日本鹿児島県薩摩仙台市国分寺町。国分寺町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町国分寺町。川内市国分寺町。郵便番号は895-0073。人口は1519人。世帯数は629世帯。薩摩仙台市の西部に位置している。麻生駅の北方には、高城町。 北方から東方にかけては中号町、中号、東方には原田町、西方には五両下町、南方には大正路町にそれぞれ接している。麻生駅の南端を国道267号が東西に通っており、日刹オレンジ鉄道線が北西に通っている。西部には薩摩国分寺跡史跡公園がある。 薩摩国府跡と薩摩国分寺跡が発掘されており、1.5ヘクタールが国の史跡となっている。中央大地に国府、国部、下台、跡、無駄の四集落が密集している。国分寺町という町名は薩摩国分寺の遺跡があることに由来している。1940年2月10日に鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された。 薩摩郡川内町、町名改め小波区域変更により、同郡同町大和を工事を廃止それの区域、中寺東電、中東電、前里、下台、大と、国分、西原、大田、石総島、鴨が佐里、杉山、芸能、後無田、後田のうちの区域を、国分寺町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、 薩摩郡川内町大和大工事の内矢沢東電、中東電、前佐古、下台、大都、国分、西原、大分石総島、鴨川、佐古、杉山、芸能、あと、無駄の全域及び中城田の内の一部の区域をもって、川内町の町、国分寺町が設置された。翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。 2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、地については、現行通りとする。と協定されたため、名称の変更は行われずに、 薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。